皆さんこんにちは。栄養推薦入試専門塾コッスン教育ラボ、副代表のトムこと内田智之です。本日は YouTube 講座栄養推薦入試よくある質問と題しましてお話を進めていきたいと思います。で皆さんからまあそのこの通りですね、よくある質問、栄養入試推薦入試に対してよくある質問を10個集めましたので、それについてお話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。